大塚伊勢大塚伊勢12月11日から1945年8月6日は日本の内務官僚、政治家、貴族院議員、熊本県氏族、栃木、福岡、石川、広島の各県知事を歴任し、中国地方総監在任中に原爆投下により被爆死した。細川公爵家に仕えた諸家大塚伊一の長男として、 熊本県に生まれる。最最高中学5校を経て、1909年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後、11月、高等文館試験に合格し、翌12月、内務省に入省、愛知県属となった。そして徳島県、宮城県、神奈川県の警察部長を歴任した後、栃木県知事、福岡県知事、 石川県知事を務めた。その後内務省警保局長となり、同省トップに上り詰めた。退任以降は死去するまで貴族院議員の任にあった。第二次世界大戦中には、陸軍事政庁官として南方占領地に派遣され、第25軍軍政幹部、スマトラ軍政幹部の顧問となった。帰国後の1945年4月、広島県知事、 中国地方行政協議会会長に任命され、同年6月には、広島に新設された中国地方総監に転じた。同年8月6日朝の原爆投下時、市内中心部、上流川町の感謝で、東朝送迎車を待っていた大塚は、爆風で崩落した梁の下敷きになって動けなくなった。火災が迫ってくると彼は、愛子夫人に早く避難するよう告げた後、 そのまま猛火にまかれ焼死した。62歳没。8地方総監のうち、戦災によって死亡したのは大塚のみである。大塚の公認の広島県知事であった高野玄心は出張中で被爆を免れた。大塚が総監を務めていた中国総監府は、服部直明副総監が、広島文理科大学本館内にあった庁舎に、登庁した直後に被爆、重傷を負ったほか、 高等官だけでも十数名が死傷したため、事実上機能を失うこととなった。敗戦後の8月23日以降は、小玉91が大塚の公認相関となったが11月6日付で廃止された。明治29年11月生没。ありがとうございます。